ブリトマート駅舎プラットフォーム2014年1960年頃のオークランド駅。ブリトマート駅はニュージーランドのオークランドにある鉄道駅である。ブリトマート駅はオークランドの中央駅であり、駅周辺にはバスターミナルやフェリーターミナルがあり、全体としてブリトマート交通センターと呼ばれている。駅舎は 古い郵便局の建物を使用しているため、外からは古い駅に見えるが、2003年開業の比較的新しい駅である。駅舎内には飲食店が多数入居しており、大勢の人で賑わっている。プラットフォームは地下にあり、4本の近郊線の始発駅となっている。古典的な外観とは異なり、内装は奇抜なデザインとなっており、開業時は話題になった。 ブリトマート駅の前身のオークランド駅は1873年に開業した歴史ある駅で、かつては陸上交通の要だった。しかし、第二次世界大戦後の自家用車の普及により、鉄道の需要は長い減少期に入り、鉄道事業は赤字となり、列車の本数削減が繰り返された。駅はオークランド市民から忘れて去られた存在となった。 1990年代に入ると、オークランド当局は、公共交通の再生を目指して、鉄道施設の近代化計画を策定した。その中核となるのが、ブリトマート交通センターである。まず、2003年に、町外れの不便なところにあった旧オークランド駅を、1 2トル西の中央郵便局裏に転し、駅名が変更された。その後、 2014年に路線を電化し、機動車をすべて廃車にして電車に置き換えた。現在、線路を延伸する工事が行われており、オークランド CBD を縦断して、マウントイーデン駅までつながる予定である。アルバート通りの地下にトンネルが建設され、タウンホールのある、青手ア広場付近と軽ロードの交差点付近に駅ができる予定である。ブリトマート駅は、現在の東端式から、 通過式の駅になり大幅な増発が可能になる。開業当時は税金の無駄遣いと批判されたブリトマート駅だったが公共交通の利用者は増加傾向となっており現在では成功例とみられている。駅周辺は再開発が盛んに行われており街並みが一変している。現在のブリトマート駅は換気装置がなく機動車の乗り入れができないので 旧イレールの運行するウェリントニーきの長距離列車、ノーザンエキスプローラーは、旧オークランド駅のプラットフォームで発着している。駅名は、ストランド駅に変更されている。旧オークランド駅舎は民間に売却され、現在は、サービスアパートメントとして、再利用されている。ありがとうございます。